先ほど健康部からも説明ありましたけれども、まあ、全国的に、コロナの感染が広がる中で、まあ、本市もその例外ではないということを改めて確認していただいたと思います。まあ、10月の下旬から増加始まりましたけれども、まあ、現在6つのクラスターが本市でも発生しているということで、非常に多岐にわたり職場内や外国人の専門学校、また飲食を介したもの、医療機関内、まあ、親族の集まりということで、まあ、ありとあらゆるところにこの感染のリスクがあるということであります。まあ、本市としては、まあ、先般1日16人の陽性患者の発生ということがあったわけでありまして、まあ、これは第1波第2波でも経験していない数字ということを思ったときに、この第3波というのは大変大きなですね、まあ、危機の中にあるというふうに認識をしております。先ほどの県の調査の分析について触れていただきましたけれども、まあ、愛知県などの他県ぐらいが多いということと、それから飲食での感染というのが全体でも4分の1を占めている。ですからこの飲食における感染リスクは非常に高いということが明らかになっています。そして、まあ、外国人県民の方も人口比に中ではですね、これ大きく出ているということでありまして、まあ、こうしたその私たちとしては外国人市民に対する啓発の必要性ということも再認識をしています。先ほど太田委員長からお話もいただきましたけれども、岐阜県としては、まあ、プロフィタ人のリーダーシップのもとに大変まあ懐深く病床の確保、後方支援施設の確保をしてきました。しかし、まあ、それだけ懐深くやっていただいてますので、逆に言うとこれ以上病床を確保することが難しいという状況にあります。これは医療の現場の皆さんのまさにマンパワーという問題があるわけでありまして、したがって医療を逼迫させないためにも、まあ、これ以上新たな陽性患者を本市としても増やしていくわけにはいかないと、これをどう抑え込んでいくかということが年末年始に向けての大変重要な課題だというふうに思っております。先般すでに本部会議等もございましたけれども、まあ、県においては、まあ、本市を含めて県内6つの市で今週末の19日土曜日から1月12日まで、まあ、カラオケ店やライブハウス等も含めた酒類の提供を行う飲食店に対して夜21時までの営業時間の短縮を、まあ、要請されたということで、本市といたしましても市内の飲食店等にご協力をお願いをしていきたいというふうに考えております。さらに本市の独自の取り組みとして、年末年始の飲食店を介した感染拡大を防ぐという観点から、先ほど担当部より説明がありましたように、今週の17日そして18日に市内の飲食店、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、旅館、ホテル等にマスクをした静かな会食を促すポスターを配布をして掲示をお願いをしたいというふうに考えております。特に居酒屋などの飲食店が集中している柳瀬エリア、浜宮エリアには職員の皆さんに直接配布をしていただき、私も玉目エリアを回って、ポスターの掲示を直接お願いをしたいというふうに考えております。実際のポスターはここに掲示をした通りでございますが、この静かなマスク会食をという啓発のポスターであります。先ほど外国人市民の方の感染も広がっているということで、今回のポスターには外国、英語の表記も入れさせていただきました。分かりやすい日本語で、そして英語の表記をするということで、これは飲食店のみならず、スーパーとかコンビニですとか、ドラッグストアにも掲示していただくことで、外国人市民の方もこういったところを利用されますので、幅広くこのマスクを着用するということを啓発をし、オールギブ市での感染拡大防止に取り組んでいきたいというふうに考えております。特に時短のお願いということで、県から出ているわけでありますが、時短とはいえですね、21時までは、飲食店での、会食は認められているわけでありまして、この飲食店での会食においてですね、
やはりこの大人数での会食は控えるということと、何よりも会食時に会話をするときにはマスクを着用していただくと、そのことによって飲食時の感染拡大を防ぐことができるわけですので、このことを本市としては特に、市民の皆さん、事業者の皆さんに協力を願ってですね、感染拡大を抑えていきたいというふうに考えております。また、本市の、ウィズコロナステッカー等も貼っていただいておりますので、そうしたお店を利用していただくことですとか、体調の悪い時にはもちろん、お店等を利用しないということも当然のことですし、また21日までの時短ということになりますから、二次会三次会等は控えていただくということや、さらには通常のコミュニケーションでは、これまでは例えばお互いに付き合ったり回し飲みをしたりおちょこを組み交わすというようなことがあったわけですが、こういったことも感染のリスクがそこにありますので控えていただいて、本当に一人一人の皆さんの努力なくしてですね、このコロナへの戦いというものは私たちは勝っていくことができないというふうに考えております。最後に各それぞれのセクターに対してちょっとお願いをしたいというふうに思っております。まず市民の皆さんへお願いでありますが、県知事からもメッセージが出ておりますように、この年末年始については、県をまたぐ、不要不急の往来は、自粛をしていただくということ、特に年末年始は帰省というのがあるわけですけれども、こういった規制についても自制をしていただきたいと思います。そして常日頃よりこのコロナ対策の基本中の基本である人との距離の確保やマスクの着用、手洗い、3密の回避というこの当たり前の感染防止対策を抜かりなくやっていただきたいということ、そして日々ご自身の体調管理をしっかりやっていただいて、体調が悪い時には外出をしないということを徹底をしていただきたいと思います。事業者の皆さんには、それぞれ業種別のガイドラインもございますし、県の行動指針もございます。こういったものを改めて再確認をしていただいて、事業を行っていただくときには感染防止対策を徹底していただきたいと思います。特に仕事の休憩時間ですとか、更衣室、喫煙の時、さらには仕事後の会食、こういったものにリスクがありますので、普段はマスクをして仕事をしていただいていると思いますが、こういったマスクを外す可能性のあるタイミング、ここについても事業者の中で改めて周知徹底をしていただきたいというふうに思っております。職員の皆さんに対しては、各公務員の皆さんには改めて職員、そしてその家族、家庭内での感染ということも今回のコロナでは大変多く出ておりますので、改めてこの年末年始をはじめ日頃から気をつけていただいてますが、十二分に行動を気をつけていただいて感染防止を徹底していただきたいというふうに思います。先ほど来お話をしておりますように、すべての岐阜市民の皆さんのご協力なくしてこの年末年始を乗り越えることはできませんので、最大限の感染防止対策を取り、一人一人の命は自ら守ることを最優先に行動していただきますようお願いいたしまして、私のお願いといたします。